どうも、エルザです。それでは、バイオハザード RE3 やっていきたいと思います。今回はジルですね。ジルの操作なんだけど。目覚めたか。おー、タイレルは無事っぽいね。カルロスが助けた。あんたをここまで運んで直した。大したやつだ。彼はどこ？地下施設だ。そこに町を救えるワクチンが備蓄されてる。一人で行くなんて無茶すぎる。私も行くわ。待て、放送を見ただろう。この街は爆破されちまう。俺はそれを阻止するためにあらゆる手を尽くしてる。奴に任せろ。彼はプロなんだ。私もよ。やっぱり何を言っても必要ないな。アンブレラの地下施設はこの病院の地下にある。カルロスからも連絡が途絶えた。おお、連絡が途絶えたか。さて、ここにはあれ、アイテムのマークはあるんだけど、あれ、見つけきれてないだけかな。ちょっとね、物資はできるだけ取っておきたいんで。いや、違うね、意外とないね。奥の部屋かなってなると、そんな、うん、そうだね、奥の部屋だね。じゃあちょっと行ってきまーす。あー、そういやブルーハーブ出ないね今回ね。よいしょ、ういっ君返しがうまいね。いや、びっくりするわ今の。あー、前の残党か。嫌な予感するな、それはそれで。ハンター一人残ってるかな、もしかして。あれ取りたいんだよね。ぐるっと回って内側から。ちょっとこっち行こうか。こっちは、お、バード博士、これもニコライ。やっぱニコライが倒した感じか。よし。強化丸薬出たけど、出たけどなんだよね。さよなら。グヒ。すげえな。強すぎ。グレネードでダメ。マジか。グレネード効かないはちょっときついよね。あー、炸裂弾が来たね。勝利より炸裂の方が効果高いかな、もしかして。こっちはなし。よし、ハンター対策で。うん、大丈夫そうだね。これあっち側、ああ、違うところから行かないとダメか。戻れないもんね。そうか、意味ないか、こっちは。さあ、走れ、走れ。これ、起きそうだよね。よし、OK。あれ？
こんな感じだったっけ。屋上か。さあ屋上を抜けて、こっち側行きたいね。まあ、こっち向きで行こうか。おお、ぶね。マジで。いや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 。なんとか反射神経でどうにかしたけど。待って。よし、オッケーだね。はあ、なかなかやね。取れない。よし。お、すげえ、生きてた。よし、これでオッケー。ちょっと弾無駄にしたが、よしとするか。で、これ抜けて左はいけない。まっすぐはセーブデータでしょ。で、カルロスが抜けれなかったところか、こっちは。私なら通れそう。そうだね。お、強化火薬。そうなると、強化火薬だっけか。どうしよっかな。バックがね、これだけだね。抜けてぐるーって回ってたね。よし、とりあえずアイテム回収ですね。あ、いいね。カルロスの時にだいぶ処理してたからすっごい楽だね。絶対いないとは言い切れないんだけど。よしよし、ポーチが欲しい。おお、マグナム。マグナム嬉しいんだけど、取れない。そしたら。何を取ってない、この部屋。ああ。はいはいはい。で、組み合わせて、マグナムの弾取っていけると。でもマグナム自体持ってないんだよね。どっちだ、こっち。結局同じ場所に落ちるような気がするんだけど。あ、こっちも。そうだね、こっちも結局一緒だよね。じゃあ抜けますか。はあ、で、降りると。よしよし、順調順調。で、マグナム来たか。持てないのよね。いや、でもこれ取っとかないとな。
その選択ある？よし。ちょっと申し訳ないけど、2階に行って、1階、直して、にしよう。じゃないと、ちょっとあまりにももったいなさすぎる、マグナムは。威力はお墨付きね。その通り。で、ガンマニアと。こう。だよね。その通り行くしかないよね。そうね、ぐるって回って、そうね、ぐるって回っていくんだけど、こっち行けないのよね。やだなぁ、こういう結構迷ってしまうんで。どうだ？どう行くんだ？降りて通れるってわけでもないよね、さすがにね。でもそういうことなのか。中庭降りて、いや、通れないもんね。ここしか行けないもんね。俺も同じところに行ってしまう。どうだ？あ、てか、ここか。こっち取っていくのか。なんだ。全然目に入ってなかった。じゃあ、地下施設に行きますか。ということは、わざわざ、こっちで来なくてよかったってこと？あー、またなんか、変な動きになってるね。本当、ただ回収しに来ただけなんだ、僕は。はあ。まあまあ仕方ない。こう行って。抜けて。入ります。んで。ぎへい！撃て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 。痛いわー。いきなり出てくるもんね。これじゃない。地下施設につながると。マグナム一発撃ってしまったな、勢いで。ほう。なんか嫌な作りだね。出れそうだね。出てる。あー、こんなところ出るの。ほう。ここが地下への入り口ね。回復はなし。ちょっと気合で頑張るしかない感じか。エレベーターか。なんかいい思い出ないんだよな。
なんかね、上からドーンってくるイメージがあってさ。うん、ま、さ着いた。あ、着いたね。こんな施設があったなんて、すっげーな。あー、ありがたい。回復。ただ捨てるものがない。そうか。もう、持っていけないから、このまま食しかないよね。あれ？てか、どっから？あ、これか。さあ降りてきた。で上がると。でさらに奥か。セーフルームがあるか。こうしとこうかね。いや、ちょっと待った。とりあえず。一回並べ替えして。使う、これ保険。あとはわざわざセーブポイントがあるからね。セーブしておくか。よし。エレベーターの使用時の注意と。サブ電源のヒューズを代用し速やかにメイン電源を再起動させてください。なんかめんどくさいの来てるね。あ、サイドバック。いいか、さっきのグリーンハーブは。あ、いるね、あの野郎。あー、防弾か。炸裂 A。あーってことはちょっと上位に変えとくか。触れない。じゃあちょっと行きますか。さてこれを触ると、あー、飛んだね。ここまで食らいついてきたことには敬意を要する。だが残念ながらゲームはもう終わりだ。終わらせないわよ。なんだこいつ、白いね。なんだこいつ。あ、しかも死なない、マジか。こいつ、むしろあれかな、あの植物人間みたいなもんかな。ヒューズ3ゲット。なんか嫌な声がする。取れない取れない。取ったけど、これどうやっていくんだろう。あー、なるほど。これ降りて。嫌だな嫌だな、なんかこいつ。あ、しくったー。全然当たんねえじゃん。
マジか。さあ、まず一つ目。めっちゃ弾無駄遣いしたな。あとは？あ、でも倒せたね。だってこっち通れないもんね。通れない。やっぱ関係ないか。下ろして、いやー今回よく迷うな道。あったあったあった、階段階段。よし、これ降りて。あんま降りたくないけどね。さあ、ハンドガンの弾、役に立つのか。うわ、うえ、うわー、マジか。来るか。いや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 、そのタイミングきつくない？いくらなんでも。えぐいタイミング来たな。これは上がらないか。次はどこだ？これもしかして。よし、オッケー。行き止まり？いや、待って。さあ、通り道見つけた。見つけたけど、いないよね。いやー、ワンチャンきついな。先に上行くとどうかな。アイテムなんか取れるかな。これ抜けて、あ、意外とそうでもないね。多分先にこっちかな。いや、上がってくる方か。下見れないね。嫌だな、こんなに広いところ逆に嫌だな。待て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 。いやー、久しぶりですね。お久しぶりです、先輩。いやー、マジか。久しぶりに来たね。どう？どう？よし、倒した。ガンパウダーと合わせるか。で、組み合わせれないんだよね。はあ、うん、おお、危な。よし、
やぶねー、今のはびっくりしたわ。いやいや、ほんとね、ご無沙汰どころじゃないよ、もう。久しぶり見たけど、やっぱきついね。回復しておいて、ゲットして戻りますか。いや、まさかこんなの格納してるとは思わなかったよ。ちなみに、お、助かる。だけか。さて、あとヒューズは一つだね。そっちは登れない。下ろして、でもってこれも下ろせば、大丈夫そうだね。でもってあれは違うか。あれ、あと一つどこだろう。とりあえず戻って、2がないんだよね。あ、それっぽいな。どうやって行くんだろう。とりあえず、ちょっと、とりあえず。階段上がらずにっていうか、あそこだよね。あそこに行く感じだよね。まだどっかしら、戻れるのか、セーブポイントのところに。それもそれであれだね。考えもんやね。あったあった。そしたらもう一回進み直しか。まだこれくらいだったらギリいけるね。いやー、あのデロデロさんはもう会わないと思ってたんだけどね。まさかここで会うことになるとは。あ、いや、いけない。これはなんだ。ああ、これが上がるのね。そちら側に行きたいんだけど、どうだ、どう行くのか。いやー、違うね。ここリフトレバーでしょ？ここ通り道。強化火薬とか取っとこうか。強化火薬あって。いやー、わからんね、こういう道はね。で、ちなみにちょっと下で通れるか、場所があるか探そっかね。階段やったね。いや、特にはなしか。まあ1だからここ最後だろうね。
となるとやっぱ戻ってか。あ、見つけた。ドアか、それか。普通にドアのこと気づかなかったわ。そういうことね。アイテムなし。よし。そんな感じか。超回復だから一気に削り切らないとダメみたいな。そんな感じがするね。よし。で、こっち開けて。ガンパウダーめっちゃ出るね。そういうことですか。おわ、こいつ一体何者なんだ。あ、そんな感じになっちゃうか。ステルよし、これでゲットして、オッケー。いやー、慣れたもんやね。一番最初に始めた時が一番怖かったね。あれ怖かったなマジで。ガンパウダー、そうね、炸裂弾これね、AB と合わせないと全く意味ないんで、まあこんなもんかな。よし、これでさらに行きますか。起きたね。起きるの、あなたたち。いて、ここに来てお前ら来るか。弾が一気になくなったな。きつ。そんなんありやと。いやー、やらしいねー、なんかねー、あいつらやらしいなー。あ、いない。くそ、一足遅かった。一体ここにもセーブポイントがあるわけだね。まあわかんないけどセーブしておこう。はあ。よしよしよし。あとは。ここで何してたの？書きかけ。あ、感染した人のは、データは集まってたんだね。はぁ。ジル！タイレル！やったぞ。交渉が済んだ。政府は爆破を中止する。条件は厳しいが、爆破までにワクチンを届けないといけない。残された時間は？あって数時間ってとこだ。ならグズグズしてる暇はない。こっちだ。
さあタイレルについていくと。お、やっぱあった。ロングカリ、バレルか。やっぱこうだよね。ライトニングフォークね。あー、しかも1マスで済むんだ。へえ。めちゃくちゃ良くなってるんじゃん。この先にワクチンがあるはずだ。この先にあるの？本当に？いやでもタイレルね、なんかね、この映像とか見るとバイオハザードの映画思い出すな。あなたは残ったら。休んでいられない。一緒に行くぞ。分かった。大丈夫かな。やり遂げましょう。まだ生きてたかこいつ。今よ、頑張って、あともう少しよ。うわあ、ダメ。行け、逃げろ。ああ、タイレルが。マジか、やばいやばいやばい。これボタンとかないよね、ボタン押すとかないよね。そうか、タイレル、ここでやられるか。さあ、そうだね、とりあえずワクチン手に入れてという感じかな。いるなあ、なんか。当たり判定なし。はあ、こっちは行けると。研究所の地図と。よしよし、じゃあ今回ここまでにしましょうか。ああ、もう使えないんだね。おお。そうか、とうとう使えなくなったか。だいぶ、そうだね、いろいろと。足りないものが増えてきてるけど、まあまあ今回ここまでにしましょう。なんか終わりそうな感じはするんだけどね。まあまあライブ見てる方、またここまでとなります。動画見てる方もここまでですね。第6話ここにて終了ということで、まあなんか一人ずつ身内が死んでいってるような気はするけど、まあこっからどうやってワクチン手に入れてクリアしていくかっていうところだね。グリーンハーブゲットして。はい、ということで、ここまでにご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録、高評価、ぜひよろしくお願いいたします。それでは、また次回お会いしましょう。ほんじゃ、またな。